さあやっていきますよ。もしつくあもしつもしも清宮がハムで4番でスタメンを張り続けたらどうなるのかシリーズやっていきましょう。行っていきましょう。もう、前回は5月1週前半までやったんで、今日は5月2週後半まで3ターン分やりましょうかね。ステイホームと言われておりましたが、なんか微妙になし崩し的に外出緩和みたいなね、こちら岡山とかもね、なんか、ちょっと新庄の調子が悪いっすね。新庄の調子が悪いんで、このヒゲボーンスのそろそろ直さないとね、そろそろ直さないっていうか、直せるかどうか、まだ未だに分かんないけど。やっていきましょう。やっていきましょう。新庄のちょっと調子が落ち気味なんで、もしもスランプになってたら、調子のトレーニングだけして、あ、そんなことないね。あ、坪井がちょっと調子になってる。どうしよう、坪井。守備をちょっと上げてみよう。守備が B なのがちょっと気になるね。いや、でも、こうだも上げ、いや、守備を上げていこう。はい。他に昔、特におかしとかないよね。特におかしとかないよね。清宮が調子になっている。危ない。見ててよかった。清宮どうすっかな。まあ、守備はもう十分だよね。一塁の守備 B で、捕球 B なんで、守備はもうこれ十分ですね。これだけあれば十分。ちょっと高打をね、上げていってもらおうかな。いや、長打を上げていってもらおうかな。やっぱり長打。まあ、あとは、まあ、まあ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 。いやー、金子のコーダが B になっている。いつの間にやら。いい選手だ。これ奥プレイヤー行ってていいですね。金子の奥行ってない。金子誠の、はい、特にやることはないね。よし、行きましょう。練習。ビシ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 。新庄も普通に打たせるトレーニングです。調子悪くてもまあまあまあ、特にこれといってというね。これまだ小笠原コーダ A にはならないんだね。ひたすら興味は長打を鍛えていく。はい、このまま行きましょう。三つ目ポンポンポンっていくよ。今ね、前回上げてから、前回上げたのが5月2日か3日かぐらいだったと思うんですけどね、チャンネル登録者数が激増しております。激増しております。7日で30人とかそういうペース、すごいよね。全然この焼きつくとかのおかげとかでも何でもなくよ、多分ね。全然ゲーム実況と関係ないところで評価されてのチャンネル登録者数増なんでね、まあ、言わせてほしい、ここでぐらい。ちょっとじくじたる思いがある。嬉しいけど素直に喜べないみたいなね。実況、あ、ちょっと音がちょっとまっすぐ来てなかったな。今気づいた。音がまっすぐ来てなかった。矢野、勝ちたいね。勝てないね。これでは勝てないね。あ、音がやっぱり良くなるね。今マイクが顔の前じゃなくて、体の横ぐらいにあったんで、そらボワボワしてますわっていうね。カワード、3戦目はカワード、もちろんカワード。てか今の勇気のピッチング良かったね。勇気のピッチング見てみましょう。勇気と言っていいのか勇気と言っていいのか分かんないけど、なんかボタンが押せないんだが、なんか押せない。まあいいや、まあいいや。なんか、お、3連勝。なんか内部でなんかなっとんでしょう。ちょっと今ドリームキャストの調子が悪くてずっと黒い画面が続いてました。びっくりした。またメイキがボーンとなってしまった。まあ治ったからよし。ちょっとね、ガンガンガーガーうるさいじゃないですか、ドリームキャストって。うるさいんですよ。
CD の読み込むときにガガ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 ガってなるのがちょっと音うるさいなと思って、ドリキャスの下に柔らかい布を置いてたんです。雑巾みたいなやつね。雑巾じゃないんですけど、それのせいで多分内部に熱かなんかがこもったかなんかしたか、もしくはちょっと角度がついてたってことで、多分それで機嫌を悪くしてしまったようですね。多分リン・シュ、新しく撮ったのは多分このショウかな。このね、王剣聖はかなり良いので撮りたい、気持ち的には撮りたい。ただお金がね厳しいよね。2億3000万しかないのに1億8000万の選手を取ったら残り5000万円、まあ、早く取った方が育成が進むんで、まあ早く取った方がいいんですけど、ちょっとね考えますね。でこの可愛いっていう可愛い友文、これ微妙だった、すんごい微妙だった。伸びるのがほぼないっていう感じだった。なんでこんなのが、なんでこんなのが A 評価なのかと。なんで小宮をちょっとね、これ見ると良さそうじゃない。バッティングセンス抜群、確実にバンじっくり育っていきたい。長打、長打やねえわ、世間話をするが、まずはよし頑張りますか。これは分かりましたね。これ今の挨拶一発で分かりましたね。これは熱弁すれば口説けるパターン、強引にいけば OK。 分かりやすい。さあ2週後半までいきましょう。でね、ちょっと思ったんですけどやっぱその1週に1つぐらい上げていくペースを少し、コロナ自粛期間中、自粛中とか、あとはゴールデンウィークとか、そういう風な中でしてたんで、ちょっとねペースをね、やっぱあんまり上げすぎると後から見る人が見にくいかなと思ったりするんで、まあやっぱ2週間に1本ぐらいにしようかなと思います。隔週とは言わないかな、なんて言うんだろう、隔週じゃないな、いや隔週でいいか、隔週でね上げていこうかなと。でちょっと今日風呂に入りながら考えていた、隔週にするとして、さて、おミラバルが、うちのミラバルが、いや良かったのにな、今年ミラバル。まあ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 、一回のミスをね攻めるようなそんなのは良くない。尾関に左に打たれ、送りバントで二塁に進まれ、松井和夫、そして松井秀喜、高木大成の一発、全部左方向。ショートはね、田中健介なの、あ、これはね、ショートじゃないですね。多分ね、三塁の小笠原が守備悪いから、それで取れてないって感じなんじゃないかな。三塁を、三塁を森本ひちょりとかの守備固めを入れておけば、おそらく、最終回の悲劇が起こらんかったんではないかと。加藤、すごいね、うちの打線すごい。おばんどうはどうした、これは一体どうしたことか。おばんどう、小宮くどこう。てねてねて、あ、海外で大物を見つけたっていう、そういうあれだな、これは。あ、ほう、大物の外国人、マクダミッド。はあ、24歳、投手、自慢できるでほどない力球速、進化育成おすすめ。ほう、あ、原田。原田か。近所の子にいつテレビに出るの、うおー、でもそれで嫌われたわけじゃないだろう。
あちょっと変な返事だったかな。ちょっと見てみましょう。あ、見てみましょうじゃない、マグラミットを見てみましょう。ちょっと一旦あれだね、あの攻略本を探していきます。マグラミット、あ取れなくはない金額だね。はい、マクダミッド本を、攻略本じゃないけど全部の選手のデータが載ってる本を持ってきてきましたが、これはねダメですね。マクダミッドはめっちゃ期待したんだけど、24歳なんだけど超早熟っていう成長タイプで早めなんで、もう成長が望めないっていう感じですね。24か26くらいまでもしかしたら伸びるかもしれないけど、まあその後すぐ衰えていくという感じですね、マグナム。しかも性能っていうか、まあ能力も体力は C しかないし、球威も C しかない。制球が B で球速は152キロ出るけれども、変化球はスライダー、シュート、スローカーブ、シンカー、フォークという、まあ5つの変化球を持っているけれども、ちょっとねというそういう感じでした。残念まあねって感じですね。ちょっとね活躍させてあげられない。まあ抑えとしてはね悪くないね。抑え2年間抑えをやるとか言うんだったらいいかもしれないね。2年3年ぐらいかね、うん、それ一点においては結構いいかもしれないっていう選手ですね。まあ年俸9600万円、そんな感じでしょうかね。なんならこのね、剣とか、小泰山とかの方が、まあ、まだいい感じかなって思う。成長、あの、取るならね、取るならこっちの方がいいかなっていう。うん、取るならそっちの方がいいかなって感じですね。で、新人ですけど、この小宮、いいですね。いいですね。いいです。体力がよく伸びる。ただ、バッティングは、左コーダか、右コーダか、どっちかだけ、ガンガン伸びるけど、あとは全然ダメダメっていう感じ。ただ守備は捕球も守備位置も肩も全部ガンガン伸びていくんで、そこは期待していいのかなっていう感じですね。よし頑張りますか。伸びていってない、セイドリックさんの期待。小宮はいいですよ、いい、うん、これはね本当に。あと成長タイプが22歳だったけど普通持続タイプなんで、そこもね評価したい。普通持続タイプっていうのは、まあ31ぐらいまで普通に成長して、その後なかなか衰えないんで、まあ結構長い長期間活躍してくれるっていう、そういうタイプですね。さあ初戦カワードを投げさせます。カワードで負けますね。このカワード投げさせるのはほんまにヘビんじゃん。で、清水明をビシッと勝ち。そして3戦目。もうお金がね、もうちょっとチケットで上げてもいいのかもしんないね。満員なんでね。うん、上げてもいいのかもしんないなと今思ってます。これね、多分ね、1億5000万、1億円以上かな。1億円以上は多分稼げるはず、この試合で。さあ、この試合で、このロッテとのカード。1カード3戦でね、うん、さあロッテです。ロッテとホームで対戦ですね。先発は岩本、キャッチャーは野口、ファースト清宮、セカンド金子誠、サード小笠原、ショート田中健介、レフト稲葉、センター新庄、ライト坪井という鉄壁の、てかもううちの、うん、まあスタメンですね。定石パターンという感じですね。初回小坂を三振に打ち取る、三振に打ち取る、まあいいですね。もうこの時点で勝ちは見えたと言ってもいいでしょう。まあ、正直小坂を出すとめんどくさいなっていうのが、まあこのロッテだ。おお、いいですね。サードはボーリック、やっぱ守備に不安ありっていうところでしょう。いいですね。サードがボーリックってことを考え、あキャッチャーは清水正海かな、うん、なんでね、まあ、肩は悪くない。
これもバットの下。おお、あともう一歩です。ホームランじゃん。今新庄を3番に置いてるんかな。どうなんだろうな、新庄3番。気持ち的には1番に置きたいよね。セーフ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 。レフトにサブローが入ってますね。サブローといえば、まあ、この野球つくではかなり守備がいい方の選手に入るので、まあ、レフトに入っているということは、センターの外国人選手、名前ちょっとよく見てなかったけど、の守備がおそらく結構いいんでしょうね。まあ、いや、この野球つく、大体守備のいい選手がセンターになるようになってます。さあ、オバンドの打席ですけども、ツーストライク、スリーボール、フルカウント、ツーアウトなんで、ランナーは自動でスタート。これはもうシングルヒットでも簡単にホームに帰ってくるという状況で、フォアボール。次の打席、次のバッターは稲葉ですね。2割5分なんで、まあ悪くはないですけど。オバンド、稲葉、金子、誠っていうラインナップかな。ラインナップっていうか、まあ、打順でしょうかね。悪くはないね。金子誠が、もう、コーダ B まで来てるんで、まあ、普通に3割とか狙える位置にはいるんで、金子誠の打順を上げてもいいのかもしれないけど、まあ、小笠原じゃない、オバンドが右で、ランナー一走、まあ、ジグザグにちょっと組んどきたいかなっていう感じでも、そうか。その後、野口のことを考えると、あ、これがプリモ、センタープリモ。ちょっとプリモの打席に注目してみましょう。注目する必要なかったな。レッツゴーボーリーク。プリモだけ見させて、プリモだけ。プリモ。プリモ。お、これは、守備はいいわ。A、B、A ぐらいやったんだね。A、B、A。まあ、それからさらに、数年経ってさらに良くなってるだろうから。まあ、守備は相当いいね、プリモね。この田中幸雄の焼きつくでの構えのよくわけのわからなさが好き。この、これでもこういうフォームかなとずっと思ってたんですよ。ホームランでしょうこれ。田中小雪、こういうフォームかなと思ってたの。バットを前に突き出してそういうフォームなのかなと思って、あ、これ結構打ちやすいやんと思いながらバッティングセンターとかこういう打ち方してて、で、まあ、焼きつくの方が先にやってたっていう感じよ。田中幸雄のフォームを見ずに焼きつくのこっちのフォームの方を知ってたっていう感じだったから、そのフォームを覚えてた、体に身につけてたんだけど、バットのこの先端をピッチャーの側に向けるようなフォームで打つもんだと、あ、しっくりくるなと来てたんだけど、実際その映像で見ると田中、あれ田中じゃねえ、金子誠で刺された。実際田中幸雄のバッティングフォームをテレビとかで見ると全然違うんです。こうじゃない、確かにバットの先端は前に向くんだけど、もっとね、あのね、バットはね、バットの持つところは腰ぐらいのところからこうだいぶ内側にこう巻き込んでバット構えるみたいな。でもしかしたら後期の構え方で中盤からね、新人の頃は違ったのかもしれないですけどね、田中幸雄のバッティングもね。ただまあ全然この野球つくのフォームとは違うということだけ言っておこう。好きなフォームなんだけどね、好きなフォームなんだけど現実の田中幸雄のフォームとはちょっと違うっていう、そういうことですね。よし、ナイス。さあ打席は清宮ですが、まずは新庄が盗塁。走りますね、うちのチームは。さあ、ワン、ノーストライク、ツーボールとカウントがバッター有利。あ、ノーストライク、スリーボール。
ここは1球ね見ていきたいと思わせながらも4番なんでね振り回してもらいましょう。ふうこのままオバンドの打席見るといい、ね、打っちゃうよ多分1点入れるよ。あダメだった。清宮2割1分、2割1分じゃね、4番を張らせてんのがちょっと、あっおっと大事なところです。田中幸雄これ伸びてるんじゃないか、いや新庄後ろ向き、よし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 、今日サクサク進んでますけども試合展開はまあ引き締まったいい試合ですね。これはね矢蓋を攻略できない。おホームラン打ったのは野口ですね、キャッチャー野口、まあ、長打は割とある方のキャッチャーなんでね、まあ、年間10本ぐらい期待できるという風なそんな感じですね。やっぱキャッチャーはね長打があるのがいいよね、まあ、矢野とかみたいな高打タイプのキャッチャーもまあ十分なんですけど、全然別に文句を言うわけじゃないけど、なんかまあ、谷繁みたいにこう狙えば一発打てますよみたいな、まあ、キャッチャーの体型的にもねそんなに率は残せないけど一発はありますよみたいなのはキャッチャーがいいよね。キャッチャーはね3割とか打たなくていい、2割4分ぐらいでもいいから、ホームラン2桁は打ってほしいみたいなところあるよねないかさあ塁が埋まってきました。ノーアウト1塁2塁で打席には新庄、うちの中では今年は3番を打ってもらってますね、まあ、もともとチャンスには強いと。ただまあこうしてちょっと待ってよ、選手交代とかで見るけど、あちょっと待って、こうしてみるとね左コーダはいいけど右コーダは若干低いんですね。だから右ピッチャーよりは左ピッチャーの方が打つ確率は高いと。さあここまでフライをポップフライを2つ打ち上げている清宮ですけども、ワンアウト1塁2塁このチャンスの場面で打点を上げてほしいとね、親心というか打ってほしい、これは切実な願いですね。打点をね100打点ぐらいは言ってほしい。ここまで2本のホームラン14打点、清宮はホームランを打ってほしいんですよね。ホームランを世界の王に挑戦するバッターになってほしいから2本ではさあ、新内登場です。うちの新内オバンドですね、もう清宮が2本とか言っとるその後ろでオバンド5番のオバンドはホームラン14本、打率4割2分5厘、清宮が打率2割1分を割り込んでるのにオバンドはその2倍って言っていいのかどうか分かんないけど2倍倍近い確率でホームランを打っていくと、ヒットを量産していくということですね。ここもかなりプレッシャーをかけてますね、オバンドのねプレッシャーに負けておる。勝ったなこれは。さあ稲葉です、畳みかけていきたい、畳みかけていきたい、まあ、普通に日本語として今使ったけど畳みかけるってどういう意味なんだろうね。あっおお、これは大荒れですね。ロッテ矢蓋の殺人投法すれが立ってますね。今頃ハム戦にロッテファンが乗り込んで謝罪をしている頃でしょう。
頭部に当たってたような気がするな今な。あちょっとスクイズだと普通に打たせていけ。あまたえまあうーんここはね別に1点をもぎとおっしゃっか1点をもぎ取りに行くというよりは大量点でとどめを刺しに行くケース。今日野口いいね、長打狙っていこう。野口いいね、いや野口いいや、野口がいいや。こういう時はねまあ何もしない方が良かったかな。長打狙わなくてよかったかな。あま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 あ小坂岩本いい感じに投げてますね。もう6回あやばい。あさあここ抑えたら岩本もう降りていいね。6回1失点十分クオリティスタートでしょう。 QS 達成 HQS 達成達成でしょう。 HQS ってよく分かってないけど残念そこは新庄。野球が見てえなーなコロナで自粛がどうのこうの言ってて2週間に1回に隔週がとか言ってたけど野球毎日だって本当は上げた方がいいぐらいだよね。毎日ぐらいそうするとさすがにストックが尽きるからダメなんだけど毎日上げていくほどに上げられはなしないけどでもまあ野球ないと本当に退屈だよね。みんな見るもんなくて困ってるよ。どんだけ野球に依存してる。まだ矢蓋が投げてきてこれね小笠原を盗塁にしましたけど不安は残りますね。清水正海の肩ならもしかしたら危なアウトにできたな。危なかったね。次新庄の打席これは抜けるフェンスダイレクト、うん、完璧な攻めですね。清水直之現役時代はロリコンだなんだのと言われていたような気がする。なんでロリコンだったんだっけかな。あれってコバロリか。あれ清水はロリコンじゃないか。なんかあったよね別称がね。なんだっけかな。小林博之がコバロリって言われてたんだよね。清水直之は何だっけかな。なんか悪い噂があったような気がするんだけど何だったかな悪い噂覚えてんなよっていうね。まあエースですロッテの一時期エースを張ってたね。弱いか強い、うん、弱い時代のロッテってわけでもないんだけど。いやもううちの流れだよこれは。勝っちゃうよ。もうバンダはもう長打バーンバチコーン打ってくれればあー長打狙いに刺すとどうも打ち上げるね。もうノーチャンス、もうノーチャンス。長打狙いにしない方がいいかもしれないね。あちょっとダメもうガンちゃんはしっかり投げてくれた。今日のガンちゃんには花丸、花丸センセーション。おっと電話じゃないんです、アラームなんですね。この時間にアラーム、どんなアラームが。さあ、試合どんどん点を重ねていってる。もうバッティングセンター状態。先ほどのアラームはあれです、アークっていうゲームのなんかあのアークっていう恐竜のゲームのね
8時間後に世話をしてあげてくださいっていう、そういうタイマー自分でセットしてたの忘れてた。さあ清宮の打席です。いやちょっといらんことを話してしまった。2割5分は欲しい。調子も絶好調なんよ。打たんとおかしいよ清宮は。決して高打が低いわけではない。長打はそしてなんなら高い。よしいいぞ、帰れたよ。ちょっと小坂のね守備をね過剰に意識しすぎたね。どうする清宮、走らすか。ダイソー石本、足のスペシャリスト、盗塁のスペシャリスト。ダイソーだけでありながらもうここまで12から13盗塁目ですね。盗塁王になれるんじゃないでしょうかね。なるほどね。ランナー釘付け。今ボーリックいい守備でしたね。いい判断だった。あそこでファースト間に合わなかったらまあ、フィルダースチョイスだけど、あと間に合ってるからね。稲葉、キリッとしません稲葉がね。おっと立山がランナー出したんで、そろそろ体力限界でしょう。原田がね出場機会を求めていたんで原田出してみましょう。原田を出してみましょう。ただバッターは絶好調田中幸雄ということで、ホームランもあり得るば、あり得ると。大塚明だったかな。足そんな速くないと思うけどな。うい、ナイス、金子誠ですね。1人までなら、いや、1人で、まあ、全然、1人、2人、何人かしても、ここでホームラン打たれても全然 OK、原田。出場機会がどうのこうの言ってたけど、今一瞬、ちらっと見た防御率 7.00 だったぞ。7.00。ただまあこの選手からのメールを受けてすぐ答える、選手に答える、出場機会を与えるっていうこの GM の心遣いは悪くないよなまあ影響しないんだけど、何にも影響しないんだけど。快勝、最後原田でビシッとね抑えて快勝ですね。いい試合でした。調子いいねうちのチーム。投手陣の調子がちょっと上がって、1億1000万円か、3億5709万円、3億円。新外人取ってもいいな、取りたいな。悩む、取るべきか取らざるべきか悩む。で、あ、トレードが成功したみたい。どういうトレードをしてたんだっけ。あ、もう覚えてない。ライオンズと誰を、赤田翔吾、ほう赤田翔吾、そうかそうかそうか、赤田翔吾か。ああ、オッケー。赤田翔吾か、一人取ったね、一人見つけてきたみたい。新人ちょっと見てみましょう。誰だ、青木翔造ファースト。なんかいかにも早熟タイプって感じの書き方してますね。青木ファースト、青木、
超早熟急降下。これは厳しいな。ただ早熟急降下ではあるけど、バッティング特に高打に関してはすごい、めちゃくちゃすごい。高打だけ育てればおそらく4年で A とか S まで行くような気がするね。そういう選手いいけどな。いいガッと育てて取っといて、ガッと育ってでトレードの駒にするっていうのはありかもしれない。ちょっと卑怯、ひどいけどね。ちょっとひどいけど、うん。あれ全然グッと来ないな。コミヤ全然ググッと来てくれないね。であとは、今回新たにラインナップに加わってくれた赤田翔吾の、はい、スイッチヒッター。なんか現実でもスイッチヒッターしてなかった？入ってはないよね。あ、もしかして2軍にいる？あ、2軍にいますね。あ、投手が足りない。あ、こうしてこうか。誰かおろしたいけどな。赤田を襲いたくない？いやー、まあでもこの中じゃ2番目に若いな。で使う役目が、まあセカンドは金子誠がいるんで、サードが溢れてんな。森本か赤田か、森本を下げて赤田を上げる。いやでも外野がすっごい、あ、外野がもうわさわさおる。まあこうでしょう。ちょっとね、これで、赤田セカンドと。でピッチャーがちょっと人数ギリギリって感じになってるんですけど、まあバンド、堀田、原田、桜井、立山という感じで、まあ左2枚右側こんだけという感じで、まあいいでしょう。カワードが抜けたけど、まあ影響はないかな、多分ないでしょう。で練習で赤田翔吾をどう育てる方が長打、あの伸びない長打をちょっと伸ばしましょう。コーチがね、やっぱ長打系に強いコーチなんで、伸びないっていうステータスをね、ある程度にまで伸ばすっていうのも大事だと思いますね。まあまだ体力的にも、ちょっと待てよ、ちょっと待って、こっちしよう基礎体力トレーニングしよう。いいかな。 あと上げたばっかりのバンド、球威が伸びるって書いてあるんで球威伸ばしますかね。カーブでもいいな。カーブでもいいな。いやでも球威かな。いってみましょう。バンドは体力でもいいかもしれないな。で赤田で忘れてたけど森本、足鍛えてんね。足か、こうだのような気がする。次回変えておきましょう。いや忘れてるかもしれないな。まあとりあえず今日はこんなところですね。ちょっと終わり方としてグダグダっとなっちゃったけど、まあそれも焼き付く。まあ次回いつあげようかな。次の週の金曜日に、毎週金曜じゃない、毎週土曜日にあげるようにしようかなと思います。隔週土曜日とかにあげていこうかなって風呂に入りながら思いました。なんで、
次からね、隔週土曜日ぐらいにあげていこうと思います。なんで、来週、とりあえずは来週の土曜日に1本あげます。で、その次は1週空いて、その次の土曜日みたいな感じにしていこうかなと思います。それじゃあまあ、コロナとかに気をつけてお過ごしください。